ここは。あ、目が覚めたか、ボン。金髪って、どこだよ、ここ。さっきまで俺たち。見ての通りだ。扉も開かない。閉じ込められたと見るべきだろうな。もともと渋谷に閉じ込められている以上さほど変わらないがな。立てるか。とりあえず中を調べようぜ。うん。しかし物騒な部屋だな。ああ、中世の鎧や武器、拷問器具だらけだ。ボーン、そっちになんか変わったもんとかあるか。いや、妙なものしかないっていうか。マッチョだー。ゴー。それで、あんたは？ごめんね、驚かせちゃって。僕は網の町を。みんなからはマッチョさん。ああ、うん、そうだね。よく言われるんだ。他にないよな。それでマッチョさん、あなたはどうしてここに？それが僕にもわからないんだ。扉も開かないし。あ、今度は何？まるで測ったかのようなタイミング。これもミッションということか。つまりここを脱出しろ的なやつ。つっても今までのミッションは大したもんじゃなかったの。度胸試しだったり、失敗しても全裸になるくらいだったし。え、全裸？ああ、今回もその手の罠があると見るべきだろうな。待って、全裸って何？ああ、お前ら上、死の迷宮って書いてあんだけど。で、まだゴゴゴって音やんでなくね。なんか部屋が狭くなってるような気もするし、これあれじゃね、映画とかでよくある部屋に潰される。先に言えよ。もうお前らが全裸全裸言ってたからだろうが。やばいやばいやばい、このままだとぺしゃんこだぞ。このペースだと10分そこらか。多少は余裕があるらしいな。なるほど、理不尽に殺すわけではないということか。さすがの観察眼だぜ、メガネ君。でも今じゃないと思うぜ、俺。マジで死の迷宮じゃねえか。冗談だろ。待ってよ。あ、ボン、ストップ。今度はなんだよ。道がねえ。いや、あるにはあるけどよ。落とし穴に針の山。殺意高すぎだろ。前までのぬるさはどこに行ったんだよ。どうする、金髪。どうするもこうするも行くしかねえだろ。おい、バカ待て。アイキャンフライ。飛んだ金髪。ほら、お前らも飛べるか。待て、ボン。向こう岸までの距離はおよそ5、6メートル。走り幅跳びで言えば男子高校生の標準的な記録だ。つまり俺たちでも飛べるってことか。俺は間違いなく串刺しだな。だよな、お前運動音痴だもんな。これとか使えないかな。なるほど、橋代わりにということですね。けど結構でかいぞ。持てるのか。でなければ潰されるだけだ。やるぞ、ポン。ぐおお、重い。頑張れ。脊柱起立筋を意識して。しかし、こういうのはマッチョさんの仕事じゃ。でも、こんな大きいもの、僕でも持てるかどうか。そんなこと言ってる場合かよ、マッチョさん。でも、無理なんだよ。無理って。いつもこうなんだ。自分に自信がないせいで、大事な場面で体がすくんで、動こうと思っても体が言うことを聞かなくて。鍛えて強くなれば何か変わるかもと思ったけど、どれだけ鍛えても自信を持てないまま何も変われなくて。そんなの当たり前だろうが。たかが筋トレくらいで自信なんかつくわけねえだろ。
大事なのは鍛えた後にそいつで何をするかじゃねえのか。だったら今が動く時だろう。自信なんざあれこれ動いた結果みたいなもんだ。うじうじする暇があるなら俺の友達に力を貸してやってくれ。自分を変える勇気。ああ、わかったよ。マッチョさん、まさか一人で。動けば何かが変わる。その何かが自信につながる。君の言う通りだ。おかげで目が覚めたよ。キャラ変わりすぎだろ。ディスベイ、助かりました。行くぞ、ボン。お僕が支えておくから落ちないようにね。マッチョさんが覚醒してからはなんてことはなかった。おお、やった、軽い軽い。子供騙しだな。力はマッチョさん、素早さは金髪、頭脳はメガネ。それぞれが得意分野を担い罠を次々と解除していった。マッチョさんの変化に誰も突っ込まないのはさておくとして。まずい、もう時間がない。走れ走れ。間一発だな。ああ。でもみんなで無事に出られた。ああ、このミッション誰が欠けてもダメだっただろう。本当にそうだろうか。今回のミッション俺は何もしていなかった。したことといえば横から口出しをするくらいだ。追い詰められた時俺は何もできなくて。おい、マッチョさん、マッチョさん、体が。あ、どうやらこれでお別れってことなのかな。ありがとう、みんなのおかげで自信が持てたよ。あ、いや、いえ、俺たちもあなたの筋肉に助けられました。それじゃあね、筋肉と自信はきっと君たちを裏切らないよ。いやー、すげー筋肉だったな、マッチョさん。ああ、たまにはトレーニングも悪くないかもしれんな。だろう？帰りにプロテイン探していこうぜ。二人は俺が何もしてなかったことに気づいていないのだろうか。あるいは気づいていて知らないふりをしているのか。どちらにせよミッションの成功を素直に喜ぶ気にはなれなかった。オーディションです。よろしくお願いします。この子は次回きらめき